どうも、こんにちは。不審者情報でございます。なんとですね、日時5月18日。まあ、ですんで今日ですかこれ、昨日ですか今日ですね。えなんだこれ今日の4時25分頃、だから早朝ですね。朝の4時25分に、丸の内1丁目、これ福山市の駅周辺のことなんですけども、コンビニに強盗が入ったということでございます。コンビニに、男が店員に刃物を向け、金品を要求した。 その後、逃走中と、60代ぐらいの男性で、165センチぐらい、紺色のキャップ、チェック柄のシャツ、青色の長ズボンということで、こういうことする人って、大体同じ格好と同じ、同じ背だけって言ったらね、なんか、レッテル貼るみたいですけども、同じ格好してますよね。怖いですね。皆さん、ご用心ください。